吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。ここは朝の多摩境駅です。いつも朝の時間はこの大勢の皆さんがこちらの方向から西条高専に向かいます。この非常にこの工業の専門の高専という5年生のカリキュラムを持っております。この学校ですが、非常にこの技術に関する深い造形がある皆さん方が教えられてますし、学生の皆さん方も真面目に勉強をされてます。私は文化祭をいつも見させていただいておりますが、この出口から皆さん方、電車が着くたびに朝の時間、大勢の皆さんが学校に向かいます。ちょうどこの新しいところにこちらに看板ができております。こうした新しい看板ができておりまして、西条高専準学士課程と下士課程両方学べるというふうに書いてあります。ちょうどこの地図もついておりまして、非常に便利になりました。前はついてませんで、ごく最近できたのではないか、ずっと前から私も来ておりますが、初めて気がつきましたので、この看板ができたんだろうと思います。多摩境の駅はこちらです。もう通勤の時間はほぼ終わりの時間です。そういったところでご案内しました。今から逆に西条高専の皆さんがここにたくさん大勢降りてきます。終わります。